ブラスターさん、こんにちは。二人ともよく来ましたね。うん、ちょうどいいかもしれません。あなたたちにお願いがあるのですが、私が調合するところを見ていてもらえませんか？調合ですか？でもフラフトさんって調合はできないって話じゃ。以前まではですが、それは人形の体だったから。人の身を取り戻した今であれば、おそらく再び錬金術を使うことができるはず。そっか、むしろ私たちからお願いします。ぜひ見学させてください、ブラウタさん。500年の歴史を持つ錬金術、楽しみだな。さあブラウタさん、一思いに。はい、材料の願いを聞き、物質を変成させる。昔の経験を思い出して、慎重に。できました。無事成功です。やった、おめでとうございます。やっぱり敵が段違いだ。これがプラフタさんの実力。うわぁ、なんか鳥肌立ってきちゃった。なんと懐かしい感覚でしょう。新たなものを想像する感動、そして興奮。久方ぶりに味わいましたが、やはり錬金術は素晴らしいものですね。そうですよね、錬金術ってやってて楽しいもん。まして、プラウタさんは500年ぶりですもんね。きっとこれ以上ないほど気持ちいいんだろうな。ええ、これからはまたいつでもこの感動を味わえるのですね。ソフィーには改めて感謝しなければなりません。私の大切なものを取り戻してくれたのですから。プラフタさん、とっても嬉しそう。よかったよかった、また今度見せてくださいね。私でよければいつでも。二人とも付き合っていただきありがとうございました。久しぶりの調合でしたが、一つ直視しなくてはならないことがあるようです。
この道具の出来栄えを見るに、彼女は私のことなどとっくに。ついにその時が来たのかもしれませんね。こんなところなのかな。ねえおばあちゃん、冒険探索楽しいな。いざ出発。今週の週刊プラムも最高だったな。アルトさんの漫画読んでる。イメージが違いすぎる。植物見つけた。リディ、これなんて名前だっけ。お、いいものめっけ。これなら調合もはかどるね。
またお土産を拾ってきたわよ。大事に使ってちょうだいね。スーちゃんを見てると昔のイルちゃんを思い出すな。